皆さんこんにちは、ティムです。今回は簡単な家の作り方をご紹介します。簡単にできるのでぜひ参考にしてみてください。それでは作っていきます。
今から家の壁の一部をランダムに樹皮を剥いだオークに変えていきます。変えなくても OK です。変えるとさらにいい感じの見た目になります。これで外装は完成です。次に内装を紹介しますので参考にしてみてください。